第1レースはサンシャイン池崎空港。ここはね、結構前張りの強いコースだと思ってるんで、頑張っていこう。姿勢使っていこう。そしてこちら、プロントコ、プロコントローラー。これ、プロオートコントローラーじゃないのね。そう、プロが使うコントローラー。そうだからそう。プロコンってみんなが使ってるのは、それただのコントローラーです。はい、僕が使ってそう、神、ゴッドコントローラー使っていこう。ということで今日も元気よくマリオカード行ってて、ラックス実況頑張っていくんだけど、なんか最近ね、登録者がめちゃくちゃ伸び始めてる。すごない？くたばれよ、ハゲ！このハゲ！違うだろ、お前。ということで、最近登録者がね、まあ、1日に今10人ぐらい？まあ、昨日はね、2人減りました。はい。昨日はね、3人増えて、よっしゃーと思ってたら、結局5人減って、まあ、2人減ったってことになりました。なんでですか？なんでかはわからない。でね、この実況動画と、僕配信をね、そう、生配信を結構ね、まあ、戦場にしちゃってるというか、結構ね、生配信をいっぱいしちゃってるんですけど、なんかね、動画も上げてほしいって意見もね、まあ、聞くような、聞かないような気がするので、頑張っていこう。ジャンピングアクション入れといて、これさ、俺マジ最近思ったのが、コインの大事さ。そう、やっぱ現実と同じじゃん。お金って大事じゃん。だから、ねえ、もうお前捨てるなよ。あ、これ強いね。これまだ3枚振らないって俺分かってんのね。そう、俺の読みってマジで当たるから、俺このスターで3打返しするね。予言的中でいい？このさ、このスターで3打返しながら俺引退するわ。じゃあ逆に、まあまあフラグ回収王に俺はなるって言っちゃったんだけど、そう、今日からね、こちら、あーごめん、ユタボンじゃないよ。僕ユタボンじゃないです。ブスボンでやってくる。ブスボンでやっていい？ねえ、少年革命家じゃなくてさ、少年不快を届けようか。そうか、そう、ユタボンくんみたいにさ、なんかね、僕不登校じゃなくて普通にさ、不登校、そう、動画を上げない方の不登校にしよっか。そうする？引退だよ、いわゆる引退。まあこのテレサレイカーも前貼っとけば勝ちなんだけど、ここって打開無理じゃない？正直。俺、ここで打開で勝った覚えがないんだけど、マジで。だから、ここはマジ、前張り頑張ろう。いや、クソゴリラ、マジやめて、マジで。俺、オッケー、ナイス。あのドンキ、マジ優しいわ。これ、マジ前張っとけば勝ちと思うんで、あ、ここさ、端っこでなんか、低空ジャンプするのなんか、めっちゃ早いらしいね。草原さんの、なんか、切り抜きで見た。ナイス！その無視は嬉しい。マジ。オッケー！いや待って、これワンチャンない？ない？悪くない？これワンチャンある。これバナナマジ怖すぎる。もう、オッケー、ナイス。いや、うまいよ。プロコンにしたからうまいよ。ちょっと崩壊し。うおーい、トゲ来たね。お前ゆず。残念、俺トゲ効かないんだよね。俺ゴミがよ。ゴミ。ここ、うわぁ！待って、リカバって、頑張れ。いや、待って、今の成功したかった。見えない、もう待って、え、こんな離れてんの？ムロの前張りだろこれは。あー、見上がって怖いんだけど、やめてマジで、いけるだろ、よっしゃー、いけ、ほい、うわー、神ゲー、神ゲーだわ、完璧だよ。なんか日本語ちょっとなんか変な感じだけど、完璧だろうだけど、やばい。次のね、さ、リボンロード切り替えていこう。そう、奇跡を起こすコース。そう、奇跡が起きるんじゃない、奇跡を起こすんです。実力で奇跡を起こしていこう。まあ、ここ打開なんで、そう、プロはね、ここちょっと止まってキノコ使ってコインをマジで集める。そう、プロってね、コインを大事なんだよ。コインを大事にする。お金を大事にする。なぜかというと、3周目にやっぱ打開ってね、重要になってくる。重要になってくると思うんだけど、3周目にコインを集め始めるっていうのはもう、もう時すでにお寿司なんで、そう。大泥のお寿司なんで、そう。わさび抜きお願いしますね。俺、わさび食べれねえから、そう。ということで、コインを集めてーよー。おぶ、ねえ、ここ落ちそうでマジ怖い。で、ま、なんていうね、バックスナするな、マジで。前に投げとけよー。そう、バックス出するやつってマジで俺ほんともう絶対仲良くなれない、ほんとにマジでね。俺バックス出するやつってほんとに社会不適合者だから、前に投げとけっつっただろ。で俺もそう、俺もほら前投げたでしょね。俺マジ後ろに投げたこと一回もねえから。あ、使うってか、ロッケー、ナイス、これいいぞ、これマジいいぞ。でね、どこで打とう、まあ、ここだよね、ここで打つじゃん。オッケー、ワンチャンないかこれ。
いや強い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 、マジ強いぞ。もうまあまあまあ、まあ、こっち行けってことだよな。なるほどな。いや、1位はあのマリオかな。使って OK、 ナイス。これさ、ワンチャン、あーまあまあまあ、キノさんはまあ弱くはない。これ使わなくていいよ。そう。プロはここキノさん使わない。ちゃんとあのスターだけで行く。いや、ワンダーだ、お前誰だよ、お前は。名前読ませろ。がっつりとショートカットして、うまい。やめて、うわー、いや、落ち着け、落ち着け。マジ、マジ、マジ、マジ落ち着け。で、トゲ行ってもらいたい。トゲ行ってもらっと、トゲ投げて、スター出ない？やむにむ、やめろお前、悪い、お前ナスを煮浸しやめてくれよ、お前、お前マジやめろ、マジで面白くないお前は。バーえ、気を取り直して次のレースはチーズランド。ここはね、なんといっても1位が取れるコース。あの、僕ここで1位以外取ったことないんで、頑張ろう高校。はい、うまい。今回はちょっとあの、あんま面白い喋りできないかもしれない。そう、ここはマジで、そう、笑いなしで1位取りたいから、1位取りたいフラム、今噛んだじゃん、噛んだじゃん、そう、橋本噛んだじゃん。だからマジで噛んじゃうぐらい、ここのレースに本気俺集中してる。喋ることなんてどうでもいいと思ってるから、そう、まずコイン集める。そう、いつもね適当にもう前行っちゃうんだけど、ちゃんとコイン、ねえ、なんで透明人間がお金奪ってくる、やめてくれよ。後ろにぶち当ててやりたかった、後ろのやつを苦しめてやりたかった。で、これどうしよっか。まあ、前が離れてるんだけど、まあ、これ別に当たんないと思うけど、どうしよっか。3周目にロンキー刺さない、ね、刺さないなら別に刺す意味ないんだけど、どうしよう。いやー、もう取れないけど別にいいや。まあ、別に今サンダー打っても振らなくても別にどうでもいいんで、そう。どうでもいいんで、どうしよっか。もう一回止まるじゃん。で、7位、あ、6位割れ。いや、9割れしたいなー。オッケー。これ強くない？今の上手くない？サンダー打ってくれてもいいよ、別に。あ、今ダメ。今はサンダー振ってほしくない。オッケー。なぜかというと、もう前に行っちゃうからダメなんだよね、そう。キラー引ける順位にいないとダメだよな。6位は多分引けないでしょう。まあ、7位ぐらいで割っといて。オッケー。これいいや、これもうキラー出るわ。キラー出るでしょ。オッケー、ナイス。これみんなもらったわ。この試合俺勝ったくない？みんな。いや、でもどうだろう。まあ、サンダーがもう振らないっていうので、回避はできないけども、回避はできない剣道も使って、 OK。 いや、これ勝った勝った勝った、みんなこれ勝ったわ、多分いけないワンチャン。いや、もうサンダーはもう振らないんだけど、ここで使って、でもうこれロンキーでぶっ刺すよ、ねえ、いけロンキー。でサンダーはもう振らない、振ってもいいよ、振って振って、いや、まあしゃあないしゃあないしゃあないよ、集中集中、マジ集中、やめて、お前ブスブス、ブスやめろマジで。うわあ、俺じゃないよな、オッケー、やめろ、何やって、待て、やめて、逃げ、次のチーズランド、うわー、制裁、制裁だろこれ、神だ。え、次のレースは、ルイージビンズボールということで、ここはもういける。そう。今乗ってきてるから、そう。油が乗ってきてる。今エンジンかかってきたから、そう。ガソリンスタンド行ってきたんで、そう。頑張ろう、ここ。うまい。で、ここって前張りでしょ？前張っとけば勝ちなんですよ、みんな。ここは打開はしないから。そう。ここで打開するっていうやつは全員もう素人。弱者と思っていいよ。実力がないから、その後ろからね、強いアイテムを使わないと勝てないっていうゴミなんで、そう。僕ぐらいね、強者になってくると、あの、前張りしちゃうんですよ。あんま強いでも引かなくても、もう前で逃げ切っちゃうんで、マジで。ねえ、お前ブスやめろ、マジで。オッケー。これね、もうインコースいいや。いや、これ痛すぎる。これ取れないの痛いね。でも2位で割りたい、次。いや、怖い。ちょっと距離置こう。お前ごめんな。ごめんな。ねえ、お前ナスを煮浸しごめんな。ねえ、クソブスごめんな。お前哺乳類じゃなくて、お前爬虫類だからな。お前マジよ。ねえ、お前ブス来んなよ。で、まあこれ3位だから、危ねえ。これね、トゲをね、まあ、誰かに受けてもらって、くたばってもろて、くたばってもろたマスターしてもろて、どうしよっか。ね。やめて、おい！食うのやめろ、マジで。暴力だよ、それ。ねえ。道徳の授業習ってこ、お前。で、これね、前が結構ね、詰まり気味だ。まあ、前一人しかいないんで、トゲは多分譲れないだろ、この距離じゃ。まあ、譲られようと思ったら、マジで止まるから。本気で止まる。
やめろ、おい。これ打開するわ。やっぱ打開する。どうせ9位だし。必然的に打開だろ。ねえ、弱いよ、もう待って。待って待って、話と違うじゃん。話と違うじゃん。1位取るんじゃないの？エンジンかかってきたんじゃないの？ 9 位割れできるんだけど、どうしよっか、ちょっと。こんぐらいで割って、OK、うまいよ。で、あ、もうだから無敵引けない。ぽよんぽよんぽよん！ぽよんぽよん、やめろ、お前。やめろ、マジで。マジでぽよんぽよんやめて。本当にぽよんぽよんやめて。ぽつよんぽつよんやめて。ねえさ、これさ、もう負けたくない俺。これもう3中位するしかないでしょ。これ止まっていいかな？止まってみよっか。オッケー、これ止まっていいわ。で、サンダーが降るじゃん。サンダー引け、サンダー引け。いや、弱い、弱い。弱い。でも、打つ、もう1位のやつ、1位のやつがリア充であることを祈るしかねえ。くたばってくれ。苦しめ。で、いや、オッケー。オッケー、ナイス、あるぞ、あるぞ。マジでこれ諦めない。俺はマジで最後の1秒まで諦めないぞ。ここで打つじゃん。今の打ち方はどうだった？いや、頑張れ、上がれ、上がれ。1位どこ？お前ブース、ブース、わあ。もうなんで、なん、オッケー。サンダー振れ、サンダードッカン。ねえ、マジ振って、振れサンダー。俺無敵じゃないよ、俺無敵じゃないよ。ねえ、サンダー効くよ。あ、サンダー辛い、振ったら辛い、マジで振ったら辛い。